ハロー YouTube 近いっすね、すいません。スポーツ部活チャンネルの立ち順です。よろしくお願いします。ちょっとオリンピック関連の話で、なんか日本のオリンピック委員会がこう選手に先に予防ワクチンを打って予防接種を打つっていうので、結構またすごい炎上してるんですけど、僕スポーツアスリートも見てきて、まあ今もねオリンピックに関わってる方とかいるんですけど、まあワクチンがこんな足りないのに、あとスポーツ選手は検査して、まあでも長期間じゃないですかオリンピックって。だからワクチン選手に先打つっていうのは僕はちょっと反対です。やっぱりそれよりは必要性のある方、むしろね選手ってこう接触避けてると思うんですよ。だって自分がかかったら試合出れないじゃないですか。だからその自己管理ができないようなアスリートは、まあ出る資格ないというか、健康管理っていうか、もちろんインフルエンザも一緒だしね、怪我だってそうだし、トレーニング中に怪我とかもそれもそうなので、やっぱりまずは僕はもう圧倒的に既往症のある人、病気を持っている人と高齢者にワクチンを、もちろんちょっと近いですね、すいません、もう打つべきだと思います。もうなんかちょっと本当にちょっと日本の政府っていうか、イカれてますね。ちょっとイカれてるっていうのはあれですけど、もうやっぱり主催国ではあるんだけども、ちょっとこうひどいなと思って、まあ本当にそういうのもなんか誰が決めてんすかねなんか学校かあるないっていうお話もしたんだけど、その偏差値教育なんかよくわかんないですけど、まあ、そういう人たちが官僚になって、で官僚の人数も減ってるっていうじゃないですか。なんか官僚が一番ね、東大出てとか官僚になって、官僚辞めても大学教授とかなれるんですけど、役員とかね、銀行とか入れるんですけど、もちろんその省庁に活躍すればって。だけどもうやる人が減っちゃって本当やばいっすよね。でやっぱりでも官僚になる人にはやっぱり勉強できる人になってもらいたいし、まあでもやっぱりその基本的な心っていうかそういう試験をとかどうなんですかね、面接なんかわかんない、メンタリストみたいな人を試験で面接するとか、そういうペーパーテストでクリアした人がね、まあもちろんできれば頭いい人がいいので、僕は国を仕切ってくれる人とか組織を仕切ってくれるのができれば、勉強っていうかすごい学習能力の高い人じゃないとダメだと思うので、やっぱりスポーツしかやってきたいね、僕も含めてですけど、何もバカがやっぱりそういう組織は仕切れないし、議員にもなるべきではないし、スポーツを達成したからといってそれができるっていうのはもう本当に、芸能人もそうですけど、芸能界で売れたからっつって政治なんかできるわけないじゃないですかね。もう本当にそういうのはなんかトンチンカンなので、ちょっとねお願いしますよね。まあこれね、見る人本当にね、この言葉が届けばいいです。こんなの選手に受かなくていいです、ワクチンなんて。それでは。